ママディッシュの紋章、ママディッシュは、ロシアのタタールスタン共和国北部にある都市。鎌川よりも北側の大きな支流であるブヤとか川の右岸に立ち、両川の合流点にほど近い。タタールスタンの首都火山からは東へ167キロメートル。ママディッシュスキー地区の行政中心地でもある。人口は2002年国勢調査で13,509人。ママディシュの風景ママディシュの起源は、 カタール人の村であり、ママディッシュという名は、最初に村を築いたものの名に由来する。17世紀以来、ロシア人も住み始め、イタリ製産者制度ができて、以降は、トロイツコイエセローという別名を持つようになった。1781年には、死の地位を認められ、軍の中心地となって、現在に至る。ママディッシュの町には、歴史博物館がある。 地区内にも多くの博物館があり、特にトゥルバイエボ村には、当地出身のタタール人の詩人聖騎士マナーの記念館と図書館がある。マールイスニ村には、タタール人の作曲家、ファリット・ジョラランの記念館がある。文豪レフ・トルストイは、1876年に書いた手紙の中でブヤとか川に面したママギシュの絵になる風景を称賛している。現在は、 繊維製品や靴作りが主な産業となっている。ありがとうございます。